2021年が終わり、2022年という新しい時代が来た。普段はお世辞にも綺麗とは言えない東京の夜空も、新年というスパイスが加わればまあそれなりに見える。しかし実感が全くない。まあ家に鏡餅もなければお世辞も注文していない、飾り付けも特にしていない、そんなんで正月を実感したいというのもまあズうずーしい話だ。 しかし、正月であろうと何であろうと、新年一発目に食べるものというのは日本では決まりきっている。そのお供を買ってきた。最近の年寄りは正月は雑煮だとか刺身だとか離乳食みたいなガキの食べ物ばかり食っているそうだ。全く情けない。真の大人の食事を、健康という唯一無二の人体の宝を捨ててこそ得られるコレステロールと血糖と生活習慣病の暴力を見せてやることにしよう。 そんな新年早々ラストダンジョンに挑戦する男のパーティーを紹介するまずはこいつ体健やか茶ダブルこれさえ飲んでおけばどんなドギついラーメンも健康食に早変わりする魔法の液体だそして納豆巻きコレステロールが気になる年頃納豆は健康にいいらしいから買ってみた食べなくても効果あるかな以上がうちのお供だあとはラーメンが届くまで 精神を集中させておくこととする。さーて、ついに待ちわびたラーメンが届いた。今日食べるラーメンは当然、豚ラーメンだ。正月一発目に豚ラーメンを食べないと、その一年が不幸になるというのは、豚ラーメン界隈の常識だ。ワクワクが止まらん。まるでクリスマスプレゼントをもらった子供みたいだ。 サンタクロースがなぜあんなにふくよかなのか皆さんは知っているだろうか正解は豚ラーメンを食っているからだ。なんだこれは。返しがたっぷりついたもやし。おいおい、俺にこんな野菜を食べさせて、どれだけ健康にさせれば気が済むんだあとは、 説明書のようなものが入っている。がっつきたい気持ちを何とか抑える。ここで説明書を読み間違えて豚ラーメンが台無しになってしまってはこの世の終わりだからだ。いざご対面。美しい100カロットのダイヤモンドよりはるかに価値がある。これはもう肉ではない豚だ。そして封を開けるまでもなく漂ってくるこの濃厚な香り。 この匂いだけでラーメン3杯はいけそうだどれどれああ仕上がっているそれ以外の言葉が見つからないスープを温め直してきたあとは具材たちをスープの中に戻し本来あるべき姿に回帰させるだけだもやしと豚と麺と そして人間である俺、その全てが一つになる。これが人類保管計画、アディショナルラーメン。アダムスの槍、ゴルゴダオブジェクト、そして人知を超えた豚ラーメン。神が人間に与えた福音、それがみんなにも聞こえるだろうか。麺とスープが溶け合い、混ざり合い、絡み合い、新たな知的生命体が人が作りし神が今、産声を上げたのだ。 ここではもはや健康だとか血糖値だとか脂質だとかそんなザレ事は不敬に当たるもうラーメンしか見えないがっつきたいスープを飲みたい手がベタベタだとか割り箸がクソみたいな割れ方をしているだとかそんなことはどうでもいいだがダメだまだ未完成ここで遺産でしまえばすべてが台無しだ慌てるなラーメンは逃げないだがこの気が感 俺の中のグルメ細胞がおたけびをあげている。もやしに返しを染み渡らせる。細かいが重要な作業だ。最後の融合だ。さあ、もやし、お前も俺と一つになれ。<laughs> お言ったぞ。俺は成し遂げた。 やったんだあ、はあ。何と言えばいいのか分からない。俺はこのラーメンを、豚ラーメンを表現する言葉を持ち合わせていない。恍惚としている…さあ、フィーバータイムだ。 それでは皆さんいただきますこれをこの豚ラーメンと出会えたことが何よりの幸せだ。 俺は友達もいなければ恋人もいない。心の底から大切だと守ってあげられるような人は一人もいない。だがそれでいい。だって俺には豚ラーメンがあるじゃない。お次は麺だ。この極太麺。 でもかと俺の胃袋を攻め立ててくる犯罪的だ。一口食べると、次の一口が恋しくなる。もやし、豚、小麦粉。ありとあらゆる自然がもたらした栄光。ありがとう、地球。I love ース豚ラーメンを育んだすべてに感謝を。豚ラーメンとは大地の味だ。 地球そのものの味だ豚ラーメンを食わずしてこの惑星にこの地球に生きていく権利などないうますぎるうまいという言葉だけではもはや到底足りないあ,あ今の俺はこの世の全てを理解した無人島に一つ持っていけるとしたら何持ってく豚ラーメンだ ご飯お風呂それとも私いや豚ラーメンもし子供ができたらなんて名前つける豚ラーメンもうそれだけでいいじゃないかなあさあラストスパートだ今日もこの空腹を満たしてくれた全てに感謝だこの動画を見ている人たち 届けてくれた人、豚さん、もやしさん、小麦粉さん、伝えきれないほど大きな感謝を。新年、2022年、この豚ラーメンと巡り会えたことが何よりの幸福だ。今年の60は一味違う、新たな60の角でだ。さあ、行こう。 これが俺なりの明けましておめでとうございますだごちそうさまでした最高の食事だったじんわりと体が温まり血糖値が急激に上がったせいか眠くなってきた このまま眠ってしまうのもいいだろうだってお正月だからさて今年一年はどんなふうになるのかなとりあえずごちそうさまでしたうん、うん、今はそれでいい